はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はジンです。久々にね、購入しました。もうジンがなくなってきたんで、最近、まあ、暑くなってきたんで、ジントニックのね、時期かと思いますんで、ジンを買いました。ゴードンジンでーす。こちらは、アルコール度数 37.5% の、バージョンですね。ちなみに 47.5% のバージョンもあります。原産国がイギリス。アルコール度数が 37.5 度。容量が 700ml。輸入者が、キリン麦酒株式会社。値段が1300円ぐらいだったかな。まあ、このゴードンもね、安くて美味しいジンなんですが。まあ、ジントニックには、まあ、合う、じゃあ合うんじゃないですかね。完璧。ビーフィーターに比べると、香りが、強い。ビーフィーターはどっちかっていうと、ほぼほぼウォッカみたいな、結構ウォッカみたいなんですよね。ちょっと香りが、まあ、きついのが、まあ、ゴードンかな。あ、うめえ。ああ、うめえな。ゴードンジンも久々に飲んだな。ゴードンジンと。ロンドンドライジン。世界ナンバーワンプレミアムジンと書いてあります。まもなく誕生250年を迎える歴史あるブランド。あ、ごめん、間違ってたわ。ゴードンジンはね、3個あるみたいですね。これが 37.5% のやつなんですけど、アルコール度数 43% のやつもあるみたいです。あれ、これ変わったんかな、最近。やっぱりこれが変わって、昔47度のやつあったんだけど、あれなくなったっぽいですね。43% に変更されてますね。で、あとは、200cc の 40% のアルコール度数のミニボトル。で、なぜか 43% の方は、容量が 50ml アップしてて 750ml になってます。昔47度のやつあったんだけどな。まあ、ここが変わったからね。見た目、デザインが変わったんです。いつからかはちょっと知らないですけど。まあ、ずいぶん前にも変わったみたいですね。あ、Amazon で買った方が安いな。43度のやつで 750cc の43度のやつが、Amazon だと1345円。あ、安いですね。ちなみに、ビーフィータージンが、40度が943円となっております。まあ、そんなもんですかね。ビーフィーターの方が安いです。まあ、ビーフィーターはすごい飲みやすいんで、美味しいですね。今度買おう。アマゾンで買った方が安いっていう。最近本当に店で買うよくアマゾンで買った方が安いっていうパターンが実に多いんで。まあ、ビーフィーターのジンを、まあ、ジンで安くてうまいって言ったらこれぐらいだよね。ビーフィータージンか、もしくはロンドン、まあ、ゴードンジン、これ、かになるんですけど、ボンベイサファイアとかは若干高いんで、まあ、うまいんだけど、間違いなくうめえんだけど。ちなみにビーフィーターの方は、
アルコール度数47度のバージョンもあります。まあ、個人的には40度の方が好きなんですけど。まあ、47度も、値段が1239円と結構安いですね。普通に安いですね。今度買おうかしら。ボンベイのドライジンっていうのもあるんですけど、まあ、普通に美味しいですけど、ビーフィーターの47度、今度買ってこようかな。それではね、ジントニックをいただきましょう。あ、ジンはやはりジントニックにしてなんぼですから。ジンはジントニックにしてなんぼ。なんぼのようです。もうだいぶなくなりましたね。ライムジュース。ライムジュースもだいぶなくなりました。ウィルキンソントニックウォーター。ジンを 45cc ですね。入れます。で、トニック。完璧。あ、おいしい。うん。もう、わかんねえ。うん。ほぼほぼわかんねえ。まあ、ゴードの方が、ストレートで結局ジンって飲まないと、もはや、トニックウォーターに、ジントニックにするともうさっぱりわからないんで、もうさっぱりわかんないですよ。まあ、すっきりして、飲みやすい。うん。いや、ストレートで飲まないと、ようわからないんで。まあ、ビーフィーターの方が飲みやすいとは思います。うん。うん。多分。ゴードンの方が多分飲みにくいとは思いますね。ちょっと癖が強い。多分ボタニカルがたくさん使われてるからだと思うんですけど。うん。ビーフィーターの47を買うか。コク。甘み。まあでも、ボッカっぽい甘みがあるんで、酒の甘みみたいなのが、しっかりあります、ね。
これ美味しいですよ。これはもう昔から飲んで、特に味も変わってないですね。2334です。ご視聴ありがとうございました。